芋けんぴを食べています。あれあれあれ、うん、先日見知らぬおばあちゃんたちが少し離れた場所から驚いた表情で僕の方を見てこうつぶやきました。ありゃあコーヒー豆かと思うた。早速本日のお花たち、とっても華やかで心が躍るピンク色のダリア、名前はわからないですが見た感じだとマジックピンクかな。こちらも可愛いピンク色の金魚草、ニーニー大好きコスモスのオレンジキャンパス、見た目はコスモスの弟分、ウィンターコスモスとも呼ばれるヒデンス、ニーニー定番トルコキキョウのパレオピンク、香り爽やかミントちゃん、少しシャープなイメージ、アカシアブルーブッシュ、お花界のとちおとめ、千日紅、久しぶりで入れる場所を間違えて埋もれてしまいました。バリカンは定位置に戻されたようです。皆様お久しぶりでございます。歩くコーヒー豆、花屋のニーニーです。ようやく涼しくなってきたので約半年ぶりに撮影してみました。先ほどのバリカンの位置もそうですが、撮影の仕方や今行っている編集方法など久しぶりすぎて戸惑っています。今回のご注文は九州地方で行われている餅踏みという行事のお祝いのお花です。餅踏みとは子供の初めてのお誕生日にお餅を踏みます。詳しくはグーグル先生にお聞きください。ということで今回は赤ちゃんのお誕生日のお祝いなので、可愛く可愛らしくかつ華やかに制作していきます。皆様最後までごゆっくりとお楽しみください。
Thank you.
久しぶりすぎてふざけ方もぎこちないです。熟成させようと3ヶ月ぐらい新聞に包んでいたらこんな風になっちゃいました。今回は久しぶりの動画でいろいろとぎこちなかったですが、楽しんでいただけましたでしょうか。こんなマイペースなニーニーにお付き合いいただきありがとうございます。最近ある目標が見つかり、そのための準備をしています。まだまだ先のことになりそうですが、いつかはこの動画内でご紹介できるように頑張ります。皆様、応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。